一方、オーストラリアの平均所得は約712万円。しかもね、とんば働きしやすい制度になってますんで、とんば働きは多い。そうすると、平均世帯年収は1424万円。これはまあ、日本で言うともう完全に高所得。まあでもこれがオーストラリアの標準、デフォルトです。そして、物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもあります。例えば、100円ショップダイソーで買った商品が、 何枚もの値段で売れていますそしてこれからあげるね商品はこれ実際に売れてる商品です Amazon は売れるとランキングがつきますですからランキングついてる商品ってのは売れたことがあるという商品なんですね例えばこれをくっきり二重まぶたにするアイシールこれ100円ショップの商品がなんと1300円13倍で売れてると どこでも見かける、まあ、どこでも見かけるってか、あっても興味がなきゃ、ねえー、素通りしちゃいますけど、えー、この紙粘土、ね、100円のもの、2個セットで1000円で売ってる、まあ、5倍ですね。同じく1個で 10, 10倍、ね、989円で売れてるものもあると。まあ、さらに、まあ、もっと、えー、妥当な線というか、売れやすい線でいくと6個セットにして、ね、3倍で売れてる。まあ、ありふれた100円ショップ、ダイソーの商品でもこれだけ高く売れます。 それからおもちゃ。ねこのおもちゃなんかは日本はやっぱ強いですね。ベイブレード。3倍の3776円。シールは1328円で、3倍の3776円で売れてると。あとまだ、オーストラリアアマゾン始まったばっかりなんでね。まあ、アマゾンだけじゃなくて、オーストラリアの eBay で商品を見ると、どんな商品が高く売れてるかもわかります。例えば eBay で高く売れてる商品。炊飯ジャー。 31,689円の炊飯万59,507円と、ね、約2倍、1.9倍で売れてます。それからもう一個別な炊飯ー、もうちょっと安いやつ、15,230円で仕入れて、まあ、32,014円で売れてる。さらに大きめのこの業務用の炊飯ね、こちらも25,490円で仕入れて、えー、51,986円、ね、2倍で売れてます。他にも、 ヘアアイロン、2469円で仕入れて6867円。ソニーのワイヤレスコントローラー、8500円で仕入れて15122円。コピック、8849円で仕入れて14817円で。プラモデル、ね、戦艦のプラモデル、7780円で仕入れて14786円で売れてる。 これなんかすごい倍率ですよね、えー。プラモデルのパーツ、1600円で仕入れて、5.7倍、9069円で売れてます。またね、このホームスターっていう家でプラ,タプラネタリウムが見れるという、えー、おもちゃというか機械というか、まあ、8335円で仕入れて、14180円で売れてます。それからまだね、オーストラリア,アマゾン、食品の販売を、えー、許可してないんで、 売っってまませんけど食品が始まったらお菓子も儲かりそうです北海道でよく売ってるジャガポックル5990円で仕入れて11789円また、まあ、お酒は免許が必要ですけどね今に人気の日本のウイスキーこれも4320円で仕入れて12359円で売れてる、まあ、このようにね高く売れる日本商品はいくらでもあります そして始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンスと。まあ、実はオーストラリアのアマゾンはまだテスト運営期間中といったところです。まあ、最大の消費地、ねと、最大の都市シドニーに物流センターはオープンしてません。システムにも不備が目立ちます。まあ、他にもいくつか日本やアメリカと違った運営をしてます。でなんとね、えー、プライムサービス。 これやっと開始されたばかりです。6月に開始されました。アマゾンといえばこの2日で届けるとかね、ビデオが見れる音楽が聴ける、このプライムサービスっていうのがね、えーまあ、人気の源なんですけど、まあ、その肝心なサービス、ね、今まで提供されてなかったのが、やっと6月にサービスが開始されました。そして7月に、まもなくね、えー、オーストラリアアアマゾンの物流センターがオープン予定です。 これらの不備を補って、まあ本格稼働した暁には今より数倍売れて数倍稼ぎやすいシステムになります。まあ今のうちから売れる商品を見つけて12月の書き入れ時に備えましょう。そのためにわからないことは気楽に聞けば解決するサポートがついてます。そしてテンバーアカデミーのサポートは儲かる商品を見つける方法を手取り足取り、今節丁寧に教えるのが最大のメリットです。 これはね、過去にアマゾン o n のアメリカでサポートを受けた会員さんの実績です。まあ、3ヶ月から半年の間にね、この3000ドル、あるいは6000ドル、1、まあ1000ドル、まあ、中には2万1000ドルというようなね、数字を、成果を上げていただいてます。大体いいこの30%が利益なんで、例えばこの2万1000ドルの会員さんだと約6千0 0ドルね、ね 日本円で70万以上の利益を取ってる。これがわずか半年の実績です。まあ始めたときはこの会員さんね、5万円で様子を見て始めたんですけど、まあ3ヶ月後にね、まあ、これはいけるねということでね、仕入れ資金を増やして、一気にもう半年です。2万1000ドルまで増えてます。で、これだけの成果が上がってる Amazon 輸出、まあ、私が教えるのに心がけてることは、まず簡単なことでも教えると。 初心者が自分で調べて間違えた方法を覚えてしまっては稼げなくなる。それだとお金がもったいないと。せっかくの稼ぐチャンスを不意にするのはもったいない。また私に聞けば5分で済むのに自力で何時間も調べるのは時間がもったいないということで簡単なことでも教えてます。それと同じことを100回聞いても OK です。むしろ歓迎です。どんどん聞いてください。成長スピードが桁違いに速い Amazon。 先月の正解と今月の正解が変わることもあります。そういうところが重要なポイントですけど、えー、戦略作りを重視すると、ね。私のコンサルティングは再現性がめちゃめちゃ高いです。まあ、その秘訣は戦略作り。何をやるかでなく、何をやめるか、何に集中するかを重視しています。こういったサポートもするのがね、えー、私はインターネットを使って稼ごうとした時に、初歩的なことでつまずきまくりました。 まあネットショップを作るのにどこのサービスを使えばいいかわからない。ホームページを作りたいけどドメインの取り方がわからない。ebay をしてみたいけど英語を読めなくてどうすればいいのかさっぱりわかんないと。まあ、今考えるとね、えー、誰か初歩的な質問に答えてくれる先生がいれば3年早く稼げたなと。まあ、簡単でつまらないことにつまずいたおかげで随分儲け損なったな。そう感じます。そこでネットビジネス初心者が どんな簡単な質問をしても歓迎するサポートをしようと決意しました。私のサポートはこれぐらい簡単にわかるでしょうということまで簡単にサポートします。喜んでサポートします。まあ、今までね、輸入と輸出2冊の本を書いてますけど、この本も初心者を対象にしています。こちらね、サポート会の実績。マリンさん、どう思ったか。ね、はじめは不安もあったようですけど、えー、サポート。 ボーナスシーズンあ、ホリデーシーズンに、ね、ボーナス並みの70万円の利益を上げていただきました。